もう完全に居座ってらっしゃいますね。あーこいつやろ、うん、なんかな、なんかなんていうの、ちょっと前まで人が来たらスッて逃げよったんが、そうよ、もうそんな時あったっていうぐらいこの、まあ、まとわりついてくる私のみーちゃんのように踏んづけてしまいそう。そうやろ、うん、でなんていうのな、あの全部黒にしか寄ってこんのな、ほんまにそうなんですよ、なんかね、なんかあるんですよこれは。はい、多分ね、捕まえようと思うと逃げるみたいな。いやもうバリバリ余裕やろ、ほらもうや、はい、悪い顔するな、そっくりやな、はい、ということでじゃあちょっと撮影するので遅くに行ってください。はい、ということで、はい、はい、ええ感じになったね。なんかええ感じやろ、ほらだって棚とかもちょっとつけてみて、うん、とりあえず今あのとりあえずなんかとりあえずなんか置いてみたみたいな感じやけど、イニシャル D と、うん、そうインプレッサの方しまい忘れた29巻だそうね、ほんまにインプレッサ あの持ってきたカタログをとりあえず置いてみたみたいな感じやけど、ね、はいはいはい、はい、ということでまあねこんな感じでやってまして、もうあれですよ、えあと何日後、もうあと3日後、もういくつ寝るともうご神体を迎えせないか、そこにご神体が来るはずです、はい、でご神体が来るところにはこれね、はい、あほらあら、エモライトがちゃんとついてんやん、エモライトがつきますんで、ほらこんな感じでミラーボールもつけようなんかキラキラする、オールナイトやつやなそうやね、はい、ええと思いますよ、つけたら。そうなんですよ、なんで、まあ、割と多分ねいい感じになっちゃうんかなと思って、うん、なんかさここからこういう風に撮ったら、はい、言ったらおしゃれ空間やね、せやろ、うん、せやろ、まあそれもこれもね、うん、みんなが頑張ったんで、そうやなあの僕がやったんじゃないのでほんまな、あせいこうせい言うだけで、ね、もう全然塗らんかったよな、いや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 10分の1は塗ったで、いやいやそこの屋根だけやろ、いやいやいや、あ他塗った、塗った塗った塗った、外もちょっと塗ったし、ちょっと塗ったよ、ちょっと塗った、10分の1は塗った絶対、そうなの、うん、ソーリー君がソーリーが多分あの4分の3ぐらいは塗っとる、おおと思われる、そうですね、はい、で、謙信パイセンが、謙信パイセンがまあそうやな5分の1ぐらい、5分の1ぐらいでまあなあの熊さんも多分5分の1ぐらいは塗っとるわ、はいはい、なるほど、じゃあみんなの、はい、血と血と汗と涙の結晶、汗と涙と涙の結晶ができた、はい、そうよ、でもな、はい、ちょっとあの上とかに自転車つってみる、ほんまや自転車ぶら下がったわ、今気づいた、そやろ、ほんまや、そうなんや、何あの適当な感じ、ええやろ、いやどうせならもうちょいかっこよくぶら下がったからなんかさ、いやちょっと邪魔やなと思ってかけたんやけどなおそうなんですよ、まあ、そうっすか、でまあそんな感じでね、はい、まあ、ご神体をお迎えする準備も着々と進んでおりますので、で何の感動の声を上げよったんですか、ああそうそうそう、さっきのこのやっと荷物が届きまして、はい、もう忘れたかもしれんけど、何バンデットあったやろ、覚えとる400、覚えてないいやいや待て待て、ちゃんとあったやろ、ほらあのほらもうあの直すの直さないのっていうのをあのコンコンとあの娘さんとお父さんに対して言い寄ったやつ、はい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 、あったっしょ、あのもう修理するのなんかやめとけって言って追い返しそうになったっていう、あそう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 、本当にあなたの心構えは大丈夫ですか、大丈夫ですかって言ってあの通ったやつよ、はい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 、でまあそれでじゃあ直しますってなっとったけ、だからまあほら油圧ホースからね、はいはい、あの漏れよるけん、漏れよるけんそれをまず直さないかんのやけど、はい、そもそもその部品がもう廃盤ねえと酔ったな、はい、なので、まあ、適当に作ってもらったらいけるやろって酔ったんやけど、うん、これがな板状のサイズがちょっと特殊で、うん、あの国内の規格でないのよあれ、まあ、要はほらあのエンジンの裏のキャブの隙間とかを取っとる通方線やけん、うん、めちゃくちゃ細いんやって、はい、板状がそうなの、うん、細いというか小さいというか、うん、だけんあの一応あのいつも頼みよる、うん、あの油圧ホース屋さんとか、うん、はいろいろ、はい、聞いてみたんやけど、うん、そんなサイズの板状はねえっつって言われて、へえ、でしかもその先っちょ切って溶接して作ることは可能なんやけど、うん、まあどうしても細いけ薄いんやって板状が、だけそのまあやっぱりちょっと心配ではあるけん、うん、まあ、あのどうしてもって言うんだったらやるけどって言われて、うん、でまあどっかなんか作ってくれるとこないかなって探しちょってピクラってなって、うん、そういや昔あの
あれよ、スバル360を修理した時にまたそんなもんっていう顔せんとって、あれやった時にそういうあの燃料ホースの一部がどうしてもで作ってもらったところがあったなと思って、はい、こうカタカタメールで連絡をして、はい、カッカクシカジカでですって言ったら大丈夫ですっていう件へで、まあ、一応現品送って見てもらったら、うん、ああなんとかできますと。で一応なんかヨーロッパの方の規格の盤上ではあるやつらしいけん、はい、作れますが、うん、山盛り時間がかかりますとただいまと。あそうなんや。なんかやっぱ航空便も安定してないし、ね、部品が安定してないんやって。そうよ部品こんのってで待つことだから2ヶ月3ヶ月。えそんなもん。いやだってあの頃まだ寒くなかったよ。いやな、まあだけどだいぶ待ったわ、うん、でだいぶ待ってやっと来ましたっていう、これ動画でございます。そうなんや、はい、でねその中でもこっちやな、このここのサイズよ、このサイズがなかったやね。ちっちゃいよね普通に。よくあるサイズが多分、どのサイズ、あなんだっけ、こっちか、よくあるサイズがこっちな、はいはい、よく見る、これもみんながよく見るサイズだと思うんで、ほらそれに対してこれちっちゃい、ちっちゃいんやがな、細いんやがな、でこれがなかったんやがで、そうなんやがでですか、はい、でもうこれを作っていただいたんですが、はい、まあでもいい金額はしますよ。どんぐらいするん。1本1万円後半。1本これ1本。あーまあでもそんぐらいするわな。そうなんだけど全部で5万強。えだって3本あるもん。3本 ?1、2、でまあこれは1本修理やけど3、この3本で6万。おい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 、わかるか、おいおいおい、旧車を維持するっつうのは大変だぞみんな。おい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 、ホース1本でも大変だぞっつって。なんや1本で1万ぐらい、あーよかったねそんぐらいで済んでっていう話かと思ったら3本で6万ぐらい、はあ。ということでね、ね、かかりますよ。すごいね、はい、でもすごいよな、だけ言うたよ俺は、ええんやなっつって。で、まあ、もちろんねそのもっと安いとこ探せばあるはあると思うし、で、まあ、もっと安い方法があるずらみたいなとこも、まあ、あると思うよ。ただその要はどうせ直すんだったら、うん、やっぱりちゃんとしたところで、はい、ちゃんと作っていただいて、はい、でその先、はい、使っていけるようなものの方が、まあ、僕はいいかなと、まあそうっすね、思うので、はい、まあ、今回こういう風にしたわけですよ。ならね、まあ、ここはまあいつも素晴らしいので、はい、まあ、例えばですけど、まあ、当たり前のことかもしれんけど、例えばこうやって古いホースも絶対送り返してくれる、しかも梱包して、はあ、まあまああれやね、うん、大事なパーツでらっしゃるでしょうから、うん、でしかもね綺麗に掃除してある。おほんまや、わかる、古いホースもこの古いホースも何がダメなんて思うぐらい、うん、もうピカピカにしてくれとるわけですよ。わかります。ほんで一個一個梱包して、一個一個梱包して、はい、でしかもこの現品修理を基本してもらった、うん、このホースに関してもちゃんとこれもあの色を塗ってブラックで合わせて、で長さとかでな、ここのすごいところはちゃんとここの角度が絶対一緒な、このねじりのこの角度、なるほどね、これ絶対一緒なんだ、ここほんまに。そうなんです、これってやっぱり大事やけん。そうですね、いや別に無理やりちょっとこうやってつくんで、だけど傷むからね。そうだよ、やっぱこういうところにまだまだあの日本のクラフトマンシップを感じると思いつつ、なんか素晴らしいね、素晴らしいやろ。なんか6万円だってさ、なんていうの、俺今思ったけどこの梱包緩衝材とかもなんか素晴らしい、緩衝材とかも緩衝材が入ってるね、ちゃんとこうやってあの入れてくれて、でなおかつちゃんとプチプチで、しかも今開けとるけあれやけど1個ずつこうやって小梱包にしてくれとるけんな、素晴らしい。そうなんです、そこまでやるか精神やな、やっぱな、そういうとこなんやろうな、もう俺も見習わだなって思うわほんまに。そうですね、はい、とりあえず、はい、とりあえずとりあえずこんくらいです。そうな、あのとりあえずは口癖やけんな。そうなんですよ、口を開けばとりあえず、まあじゃあ
とりあえずっていうもんな、すぐな。俺もよく言ってた。でもやっぱこういう人の仕事とかを見させていただいて、はい、まあ、やっぱ勉強になるね、本当。そうですね、こういう一個一個、あのしっかりとしたお料金を負ってらっしゃる理由が分かるね、はい、でも安い方だと思うね、それでも。ほんまだってこの1本とかやるってもんな、だって航空便でおそらくこれも来とるはずやけん、はい、こんなもん、はいはいはい、じゃあこの部品だけでも多分なまあまあ仕上がるわけですよ、おそらく。そうやね、それだけ頼んだって送料が何千円もかかる勢いやからね、はい、はい、でもそんなんをねちゃんと頼んでくれてるんだけん、これなんかもジャーマニーって書いてますわ、はっはーみたいなね。だやっぱりなんかこうそうやって胸を張っていい仕事をしてるよってこう言えるような、なんかこう職人さんとかな、そういう人たちがこうなんかこう元気いっぱいにお仕事ができる日本であり続けてほしいなとは思うわ。なるほど、うん、じゃあ頑張ってください、ね、はい、なんであの頑張ってまたこれね取り付けて、はい、あのまた元気な姿にしてあげようかなと思いますので。もうはい、何えまだあれやろ、ホース部門だけなんやろ。これホース部門だけ、はい、で今からあのフロントフォーク部門とキャブ部門にちょっと入っていけん、次また。なるほど、で、ね、終わりはないよほんまにこういうやつは。そうっすね、はい、ね、大変やな。バンディットもある、はい、この間のドリームさんもある、ドリームもあるよ、で、ね、あとあとハーレーもほら1台預かったもんあるやん、ある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 、配線作らないかやつ、はい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 、あれもんだけこの間やっ となんとなくの回路図のやつを線引き終わって、うん、でな、はいはい、でまあカプラーこんだけいるかなっていうのを今発注かけとるところやから、もうなんかえレストア屋さんじゃないですか。でも山盛り車検勝利やろ、うん、もういっちゃんレストアやいかんいかん、レストアはなあのお金が入ってくるまでめちゃくちゃ時間がかかるんやほんまに、でもその代わりいっぱいもらえるやんか、もらおうと思えば、うん、まああとはレストア水物やけんな、やっぱり、まあ、そうそうそう、そらそうやけど、まあ、水物にな、やっぱりこうちょっとなかなか系統できるほどちょっとあんまりまだあれなんで、もうほぼレストアみたいな仕事しか将来ない、いやまあそうかもしれないですが、まあ、ただね、まあ、あのちょっと4月ぐらいから、はい、まあ、いろんな今あの施策も考えておりまして、まあ、本当にこう今山盛りいろんな人をお待たせしたりとか、はい、まあ、あとはほらちょっとこう行き違いじゃないけど、うん、まあ、っていうのもあったりとかするので、うん、まあ、その辺も解決できるように今頑張って動いておりますので、はい、そうなんですね、ちょっとやっぱ勘違いをさせてしまっている部分もあるのでね勘違い何の、え、ほら例えば今の現行のホームページとかだと勘違い多いやんか、 あれはなダメよ、そうだけああいうところから一つ取っても要はそのちゃんとこうなんていう勘違いが生まれないような、そうや、ね、今ちょっとブランディング、だけもうあれやで、基本的に予約制になるけんなほんまに、おマジでどっかの家具屋さんと同じこと言い始めたいやでもな、そうせんかったら無理やけんほんまに、おもうだってピュッと来てやってくれて、まあ、例えばうちの父ちゃんがアイドルで父ちゃんができる時やったらええで、もうそうでなかったらだってもう受けれんのやけんほんまに、なるほど、予約制ですか、基本的に今度はもうあれやな、あのお休みのお知らせもちゃんと載せれるけん、そう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 、あの、うん、なあみんなで先行ってこうぜ、おうおうおう、そうじゃないとか、なんかどっかちょっと旅行に行くとか、うん、ああそう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 、遠征するとかもできるじゃないですか、そうそうそう、この日休むんで、そう、閉まってるんで、そう、やっぱね楽しいことをこうみんなでするために僕はお仕事をしているので、はい、ということはそのあの普通の普通のなんか分からんけど、その、はい、とりあえず動かしてほしいんじゃみたいな人の、まあ、まあまあそうですね、まあ大事なんで、それもすごく大事なんやけど、うんうんうん、でもやっぱりそこはちゃんと線引きをしないと、まあそうですね、一緒にせっかくこうね、例えばこのバンディットもそうや、せっかくこう僕のことを信じて、そう、その何ヶ月も待って、何ヶ月も待って、費用もおいくらでも大丈夫です的な感じになって、うん、でしかもそのなんかあんだけで受け入れの時にで僕にやんやん言われても、はい、心をめげずにお願いをしてくれるわけやん、そうやな、そういう人とピュッと来て、うん、ポンと頼んで、あ、まだできんのかとか、うん、そう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 、お前もうちょい安ならんのかとか、そうそう、それはやっぱ別で扱えんですかね、その無理、それはもう絶対できんけん、なるほど、そうなんです、なのでまあ今後もね、はい、あのちょっとずつその辺をリファインしていって、まあ皆さんがね、あの使いやすいお店にこうちょっといい意味で変えていけたらいいなと思っておりますので、いいですね、はい、じゃあもうネット予約必須で、はい、もうネット予約ができん人はこれない、うん、
うん、まあ電話して最低そうそう、だけど電話番号とかもあの今店の番号とかをちょっといろいろいじろうとも招待するしな。あ、それ前からやろうな、うん、自転車部門と、あ、そう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 、カーキチ部門は分けますけど、ね、そう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 とかもあるので、うん、まああのだいぶね、あのまたまとまってきたら皆さんの方に改めてちゃんとお知らせの方はいたしますので、はい、またあのそこら辺の時もぜひよろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい、ということで、では今日は、はい、やっぱいい仕事をするのはいいねという報告でございましたので、お金を払う値打ちがある感じがしますね、はい、これはそうなんです、やっぱ気持ちよくお金をね、はい、こうやって払いたいなと思う案件でございましたので、はい、はい、じゃあまた皆様チャンネル登録高評価もよろしくでございます。ではまた、バイバーイ。